まずはですね、数をコミットすることが大事だと思ってまして、コンサルに発注したりすると結構な金かかるんですけど、一気通貫でご支援するみたいなプランニングをさせていただきました、すごいいいサービスだし、いい組織ですよね。昼の時間って調整しようと思えば絶対出れるので、僕は週に最低1回の参加をマストで、わー嬉しい。本日は栄信の五十嵐社長に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。五十嵐社長ですね、栄信会にもですね積極的にご参加をいただいてまして、なんと入会2ヶ月でどれぐらいの受注実績あるんでしたっけ。1000万円の受注を2ヶ月前。はい、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます、はい、今2ヶ月で1000万円ほど栄信会系で受注が出てまして、これからの継続的な売り上げとか、まだ商談になってて、それの口頭合意はいただいてるけども受注には至ってないっていうところも含めると、まだまだ受注高は増えそうですよね。はい、すごい、だんだん増えそうです。僕もですね、五十嵐さんのサービスなどに聞いてるんですけどね、やっぱり受注する理由があります。っていうのは、今採用支援やられてるんですけど、めちゃくちゃいい採用支援サービスやられてるのと、発注した企業さんのお話を聞くと、五十嵐さんのコミット力がすごいと。お話をですね、各社から聞きますんで、今日はそのサービス内容と、あと五十嵐さんのコミット力とか、どういう動き方してるんですかみたいなところを深掘って聞かせてほしいなと思ってます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあですね、まず五十嵐さんと栄信という会社について簡単に事業内容とかお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、はじめまして、株式会社栄信の五十嵐と申します。事業内容ですね、採用 CX クラウドっていう、採用が今何が起こってうまくいってないのか、何をしたらうまくいくのかっていうのを施策管理するクラウドツールを持ってまして、そのクラウドの販売と、クラウドを使うだけだと採用できるわけじゃないので、実際にその採用支援の人材紹介だったり、求人広告だったり、インディードだったり、はたまた動画制作、サイト制作、まあうちで何でも取り扱っておお客さんの採用にコミットする体制でご支援させていただいてます。採用っていう戦略設計から実行まで全部できるのはすごいなと思ってまして、発注したっていう企業さんから聞くと、発注した案件が全部バラバラなんですよね。そうですね、スカウト代行だったりもあるし、はい、インディードもあるし、人材紹介もあるし、はい、採用っていう全てに対応して、しかもコミット力がいいっていうのがめちゃくちゃすごいなというふうに思ってます。ありがとうございます。あと聞いた限りリーズナブルですよね。そうですね、かなりリーズナブルにご活用いただけるかなと思います。実際に栄信会で受注した案件でどんなものがありましたか。すごいですね、2件新卒採用のご支援をやらせていただくんですけど、はい、新卒今まであんまり経験がなくて、詰め方もわからなければ進め方もわからないって企業様に対して、そういうのはコンサルに発注したりすると結構な金かかるんですけど、はい、 うちはもう広告と少しスカウト代行費とかもいただくんですけど、お客様の採用の予算内でしっかりと体制構築から集客から、実際のその採用フローの構築のところまで一気通貫でご支援するみたいなプランニングをさせていただきました、すごい。皆さんから聞くのが、五十嵐さんのコミット力すごいって聞くんですけど、どういうところをコミットされてるとかって言える範囲で教えてもらってもいいですか。僕自身というか、会社のメンバーももともと営業をゴリゴリの会社出身で、通知識とかが相当強いメンバーが多くなってるんですけど、はい、僕の考えとして、個人の数字のそこのパワーをお客様の採用の数字に向けたいなと思って、そういうなんか考えで会社経営してるんですけど、なので基本的になんか営業数字どうしようとかっていう会話よりも、まずお客さんの採用の数字をどうしようっていう会話するように心がけてたりします。めちゃくちゃいいですね。やっぱりそういうお客さんのために思ってます、しかも思ってるだけじゃなくて実行もして支援していただくっていう会社に発注したい、多分皆さん思ってると思うんで、すごいいいサービスだし、いい組織ですよね。そうですね、ご迷惑をおかけしちゃったお客様とかもいたので、まあ、そういう思いは二度としないぞと気持ちでやらせていただいてます。すごい。今後上場とか目指されてるんですか。はい、2029年までには上場したいと思ってます。いいですね。今五十嵐さんの会社は年商でいうと、まあ10億弱ぐらいですか。そうですね、今期が12億で着地するかと思います。すごい爆伸びですね。でもまだまだこれから、はい、毎年 150% 以上の成長が、はい、していきたいと思ってますので、これからも栄信会にお世話になりたいと思います。あ、いえそういった方で嬉しいです。ありがとうございます。ちなみにどういった業種業態とか、どういった相談が持ってる方だと五十嵐さんと相性さそうですか。大きく3つですね。3つ、あ、まあ4つ、まあ、4つ、うん、4ついきましょう。4つ、はい、じゃあ次は1つ目はやっぱ、はい、SES の企業さんだったりとか、エンジニアの採用、今かなり苦戦してる会社さん多いんで、エンジニアの採用は自信があります。エンジニア採用、エンジニア採用、はい、もう一つが介護士とか保育士とか資格職の採用は強いです。三つ目が、枠は広いんですけど、ベンチャー、ベンチャー企業さんってやっぱり人事のリソースが足りてないので、はい、僕らみたいに結構深く入り込んでカバーする会社さんがいないとなかなか採用回っていかないんですけど、はい、僕ら結構フルコミットしてるので、ベンチャーの企業様にはおすすめです。ベンチャーですね、はい、はい、最後はですね、営業職だったりとか未経験の採用を多くしていきたいという会社様は最近お引き合いいただくケースが多いです、はい、なるほど。やっぱり今言った業界
これどこも採用困ってますからね。そうですね、困ってますね、はい、これからはどうなるか分かんないんですけど、一応 AK 会員経由の商談は全部五十嵐さんが出てるって聞いたんですけど本当ですか？そうですね、はい、本当ですか？つながりを大事にしていきたいというところで、はい、つながりだけ作ってトーツアップするんじゃなくて、ご自身そのお客様にはコミットしていくっていう姿勢でやらせていただいてます、うん、すごい。やっぱりこれね、にじみ出る五十嵐さんの人柄というか、この人に頼んだらやってくれそうなっていうのはやっぱね、話聞いたり感じますよね。ありがとうございます。ちなみに今日のお昼も参加いただいたんですよね。そうなんですよ、今日のお昼も参加させていただきました。なんかすごいいい出会いがあったって聞いたんですよ。そうですね、毎回いい出会いあります。あ、嬉しい。五十嵐さん結構うちの中でも積極的にご参加いただいてて、商談獲得したりとか受注報告とかいただいてるんですけど、どういう立ち回りしてそれだけ商談取れてるんですか？まずはですね、数をコミットすることが大事だと思ってまして、はい、まあ、AK 会の良さって昼にあるっていうことと、開催日数が多いってところなので、はい、昼の時間って調整しようと思えば絶対出れるので、はい、僕は週に最低1回の参加をマストで。わー、嬉しい。こんなにね、成長企業でお忙しい経営者様なのに、わざわざ1回は参加するとコミットいただいてもめっちゃ嬉しいですね。いや、もう本当にありがたいんですよ。実は僕、子供が3人いまして、はい、一番下の子生まれたばっかりなんですけど、はい、やっぱ夜会食とか行きたくてもなかなか行けないので、そうですよね。はい、定期会はもう昼あるっていうのがもう何より嬉しいです。はい、しかも1時間っていうね。サクッと。はい。サクッと1時間なんですけどね、仕事決まるんですよね。決まりますね。いや、嬉しい。じゃあこれからもご参加いただけるってことでよろしいですね。はい。週1はコミットしていきます。あー、嬉しいです、嬉しいです。はい。お願いします。うちの PR になっちゃうんですけど、最近ね、めっちゃ範囲数増えてるんですよ。そうですね。毎回新しい出会いもありますからね。はい、ちょうど今日の撮影日、9月9日なんですけど、先月1ヶ月間の会員増加数がね、多分今月ね、2週間でいくんですよ。ほう、ね、さすがっすね。すごい今の会員おかげが増えてて、医療法人年商100億の会社に入会いたりとか。すごいですね。今やっぱり徐々に、ね、こう規模が上がってきてるんでね、会員の皆さんにもっともっと受注出るように頑張るんで、ね。ありがとうございます。あとはうち、売上の 70%、80% くらい実はリピートでできてる。なるほど。採用ってずっと続いていくもんなんで、IT 会でいただいた大切なご縁を大事にしながら、うん、まあ、その会社様の採用をずっとご支援できるように、成果コミットしていきますので。めちゃくちゃいいですね。じゃあ、初回受注が1000万で、これから LTV でね、どんどん企業成長したら採用数も増えますからね。あ、まさにおっしゃる通りです。もっともっとね、はい、増えていきそうですね。これはすごくなりそうですね。もっともっと受注していただいて、五十嵐さんが儲かれば儲かるほど、変な話うちにとってもいい実績になるんで、はい、儲けてほしいんですよね。ありがとうございます、はい、ちなみに9月から個別会っていうのをねスタートするんですよ。個別会ですか？個別会めちゃめちゃ興味ありますそれ。今まで表向きに出したカレンダーあるじゃないですか、はいはい、あれとは別な会っていうのを今ね徐々に用意してて、というのもですね、はい、先月ですね、うちテレアポ経由で200アポってんですよ。しかも取締役以上アポ、やっぱり参加したことないんで難しいですとか、はい、やっぱテレアポ経由のアポ取る社長様ってあんまり表出ない方が多いんですよ。あ、そうですよね。なのでその方たち向けにランチ会もちろんそうなんですけど、例えばうちのコアないつも参加してる会員様とまだ参加したことない経営者6名ぐらいで個別に会をやりましょうっていうのをコロナ結構の頻度でやってくれたんですよ。あ、そうなんですか、はい、ぜひお誘いください。いいですよね、はい、本来まだ受注してない経営者さんと会員様とか交流する機会になるし、うん、そこで、ね、受発注もお互いねメリットがあるんでっていうのをこれからやってくるので、またお誘いさせてほしいです。ぜひお願いします、はい、っていう形でですね、今日は AK 会でもすごく参加いただいていて、しかも受注も出ている五十嵐さんに来ていただきました。これからですね、もっともっと受注できない僕たちも頑張りますんで、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。AK 会に興味ある方は動画の概要欄の応募フォームからご連絡お願いいたします。担当がご案内をさせていただきます。弊社がどんな会食をやってるかもミーティング中にお伝えさせていただきますので、興味ある方はぜひよろしくお願いします。